皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪メトロ中央線コスモスクエア駅の電車に乗車しています。大阪メトロ中央線と北港バスを乗り継いで夢島への延伸工事の状況を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪・関西万博の開幕までちょうど2年となる2023年、令和5年4月13日、会場になる大阪市此花区の夢島では、岸田総理大臣らが出席して起工式が行われました。開催に向けてパビリオンなどの建設工事が始まったところです。現在乗車している大阪メトロ中央線は、大阪市住之江区のコスモスクエア駅から、大阪府東大阪市の長田駅までを結ぶ鉄道路線です。路線距離は 17.9km、 期間は標準機の 1435mm、 紀州天駅含む駅数は14駅、全線直流 750V、 第3機乗方式での電化です。また長田駅から近鉄京阪が線と相互直通運転を行っており、大阪メトロ中央線の延長路線として機能しています。近鉄京阪が線は大阪府東大阪市の長田駅から奈良市の学研奈良富ヶ丘駅を結ぶ鉄道路線です。電車は大阪市港区実行3丁目にある大阪港駅をゆっくりと出発して、大阪港先島トンネルに向かい進んでいます。大阪港先島トンネルは大阪市港区の大阪実行地区と大阪市住之江区の大阪南港地区にある人工島先島を結ぶ長さ約 2200m の海底トンネルです。大阪港先島トンネルは珍米艦を海底に沈める珍米工法で建設された日本初の道路鉄道併用トンネルで、複線の鉄道線の両側を各2車線の道路が通る構造になっています。近年東南海地震や南海地震が発生するとトンネルの珍米艦接続部が損傷する恐れがあることが判明したため、耐震補強のため珍米艦同士を鋼板で連結する対策工事が行われました。大阪市住之江区南港北1丁目にあるコスモスクエア駅に到着しました。コスモスクエア駅は島式ホーム1面2線の地下駅で、地下2階にホームがあります。コスモスクエア駅は終点ですが、線路はこの先の夢咲トンネルを通って夢島まですでに敷設されているようです。この大阪メトロ中央線では現在延伸工事が行われています。終点のコスモスクエア駅から夢島の夢島駅仮称までの約 3km が延伸されます。コスモスクエア駅と夢島駅の間の約 3km には海底トンネル夢咲トンネルを挟むため途中駅はありません。夢咲トンネルは国と市が事業を進め2009年8月に開通しています。改札を出て夢島行きのバスの乗り場に向かいます。エスカレーターで地上に出ます。コスモスクエア駅の2番乗り場から北港バス3番系統に乗車して舞島経由で夢島を目指します。撮影した日は土曜日なので夢島中央のバス停には停車しません。海の向こう側には夢島コンテナターミナルがうっすらと見えます。その向こうには舞島の建物も眺めることができます。コスモスクエア駅の周辺には高層マンションが建設されています。乗車する夢島駅のバスが到着しました。乗車料金は大人に110円で、乗車時に払う前払い制です。令和4年12月に夢島中央のバス停が新設され、コスモスクエア駅を発車して次の停車となり、移動が以前に比べて楽になりました。
しかしながら撮影した日は土曜日なので夢島中央には停車せず、夢島を素通りして先に舞島を巡回して最後に夢島のバス停に到着します。そのため夢島のバス停に到着するのに約30分もかかります。夢島と先島を結ぶ延長約2138メートルの珍舞トンネルである夢先トンネルを通過して夢島に向かいます。珍舞トンネルとはあらかじめ海底や川底などに溝を掘っておき、そこにケーソンを沈めて土をかぶせる珍舞工法で作られたトンネルです。夢島は大阪市此花区にある面積が約390ヘクタール甲子園球場約100個分の広大な人工島です。2018年、平成30年11月に2025年国際博覧会の開催地が大阪に決定し、夢島は大阪万博エキスポ2025の会場となります。大阪万博の開催期間は2025年4月13日から2025年10月13日が予定されており、開幕まで2年を切りました。またこの度国からの区域認定を受けて、夢島が IR 統合型リゾートを整備していく地域に決定しました。いよいよ夢島が光り輝くベイエリアへと生まれ変わることになります。左側に大阪万博エキスポ2025の会場と大阪メトロ中央線の延伸工事及び新駅建設の工事現場が見えてきました。何台もの大型建設機械が稼働しており、現在工事が盛んに行われています。今までは道路の拡幅工事や上下水道の整備などのインフラ整備工事が行われていましたが、2023年令和5年4月13日に起工式が行われ、今後は万博会場の建設工事も合わせて盛んに行われていくことになります。夢島を後にして夢島と舞島に架かる夢舞大橋を渡り舞島へ進んでいきます。夢舞大橋は大阪市此花区の大阪北港地区にある2つの人工島夢島と舞島の間に架かる橋梁で、世界初の浮体式旋回可動橋です。通常時は橋の下を小型船舶しか航行できませんが、緊急時には可動部を旋回させ大型船舶の航行も可能な構造となっています。この奇抜なデザインの建物は大阪広域環境施設組合舞島工場です。オーストリア人建築家フンデルトバッサーによる独特なデザインの建物です。遊園地と見間違えてしまいそうな建物ですが、大阪市内から運ばれてくるゴミを焼却するいわゆるゴミ処理場になっています。舞島工場は外観だけでなく内部も無料で見学できるそうです。舞島は大阪市此花区にある人工島で、面積は約220ヘクタールあります。1988年昭和63年に策定されたテクノポート大阪計画の対象となった人工島3地区の一つで、大阪北港の一角を占めレジャー施設や物流拠点などが誘致されています。舞島は3つの道路橋で島外と接続しており、北の常吉大橋で義経地区と、東の此花大橋で北港地区と、南の夢舞大橋で夢島と結ばれています。1990年代末より進められた2008年、平成20年の夏季オリンピック招致構想では舞島がメイン会場とされていましたが、開催地は北京と決定し落選しました。オリンピック誘致失敗後はプロサッカークラブのセレッソ大阪が練習場を設けたのを皮切りとして、プロ野球球団オリックスバファローズが練習拠点2軍本拠地を設置、プロバスケットボールチームの大阪へベッサが本拠地としました。しかしながら鉄道が存在しないという致命的なアクセスの悪さが影響して、市民からの絶大なる支持は得られていません。舞島をめぐって再び夢舞大橋を渡り夢島に戻ってきました。
万博の開幕までちょうど2年となる2023年、令和5年4月13日に大阪万博の起工式が夢洲で行われました。岸田首相が起工式に出席され、成功に向け政府一丸となって準備を進めていくと強調されました。また岸田首相は、我が国最初の万博となった1970年の大阪万博は世界中に日本の発展を力強く示し、日本の科学技術の進歩や経済成長の起爆剤となる、まさに歴史的なイベントだったと述べられました。その上で、2025年再びこの大阪の地で万博が開催される、新型コロナや地政学的な変動など時代を画するような出来事が続く中、世界から多くの人に来てもらい、1970年を超える新世紀の万博にしていきたいと述べ、成功に向け政府一丸となって準備を進めていくと強調されました。コスモスクエア駅を出発して約35分後に夢洲コンテナターミナル前のバス停に着きました。このほか岸田首相は、秋篠宮さまが今回の万博の名誉総裁に就任されることや、万博のロゴマークなどをあしらった記念貨幣を発行することを明らかにされました。国などの協力を得て、無事に万博が開催されることを願うばかりです。現在の夢洲は基本的に車で移動するように道路が作られており、歩行者や自転車での移動を想定して道路が作られていません。なので歩行者用の信号機や横断歩道は全くありません。それと平日は工事関係車両やコンテナ貨物を運搬する大型トラックが頻繁に行き来をしており、歩いての移動は細心の注意を要します。目の前にはメイン道路から夢洲新駅および万博会場を結ぶ高架橋の橋脚および基礎工事の現場が見えます。高架橋の地上に降りる部分の基礎工事が行われ、鉄筋コンクリートの骨組みが組まれています。猛暑の中の炎天下の工事であり、工事関係者の方には本当にご苦労様とお伝えいたします。夢洲内では物流関係のコンテナ車両も多く走行していることから、万博会場に向かう車両と物流エリアに向かう車両の通行を分離し、安全快適に走行できるように夢洲内に高架道路等のインフラ整備が行われています。この高架橋には夢洲北高架橋との仮称が付けられています。全長は195メートル、幅は16メートルから23メートルの片道2車線の高架橋で、橋台及び橋脚の設置完了は2023年、令和5年の秋頃を予定しており、橋桁の設置及び高架橋は2024年度、令和6年度の完成を目指しています。目の前には、大阪・関西万国博覧会や IR の広大な建設現場が広がっています。鉄道延伸と新駅建設の工事現場が見えてきました。工事現場の第2ゲートである北入り口に着きました。この地下に線路が延伸され、新駅が作られています。新駅は改札コンコースは地下1階、ホームは地下2階に作られ、一面に線の構造です。大阪メトロ中央線と相互直通運転を行う近鉄京阪な線は、生駒駅で近鉄の他の路線と連絡しています。近鉄は夢洲延伸への関心が高く、京阪な線だけでなく奈良線などへ直通する考えを持っています。近鉄京阪な線と近鉄奈良線はともに期間は 1435mm の標準期ですが、終電方式が異なっています。終電方式は京阪な線が第3機乗方式で、奈良線を含めた他の路線は架空電車線方式です。近鉄奈良線などの車両が京阪な線を通じて大阪メトロ中央線に乗り入れするためには、両方の終電方式に対応した車両が必要です。近鉄の車両製造会社である近畿車両が新しい終電靴装置を考案し、製造の準備を行っています。北口にある第2ゲートからメイン道路に戻り、
メインゲートである第1ゲート及び第3ゲートに向かっています。第1ゲート及び第3ゲートに向かう道路でも、メイン道路から夢洲新駅及び万博会場を結ぶ高架橋が作られています。夢洲南高架橋との仮称が付けられた高架橋の工事は、先ほどの夢洲北高架橋よりもかなり進んでいます。夢洲に作られている新駅は、改札コンコースは地下1階、ホームは地下2階に作られ、一面2線の構造です。夢洲新駅の区体工事は約9割完了しており、基礎工事はほぼ終わり、今後は内装を仕上げる段階のようです。2年後の開業時には、折り紙を表現した天井や絵代わりで長さ60メートルの超大型サイネージなど、近未来のデザインが来場者を出迎えることになります。また夢洲新駅の地下2階では、線路を敷設する工事が現在行われているようです。地下鉄の場合、新駅建設には一般的に7年から8年程度かかるようですが、夢洲新駅は4年程度で完成する予定です。これは通常はすでに出来上がった街中で車両などを止めながら工事を行いますが、夢洲では止める車両などがないため、どんどん工事を進めることができ、約4年で完成するということのようです。万博開催に向けて遅れることが許されない夢洲駅の工事です。2024年度中の開業に向けて最後の仕上げが行われています。夢洲新駅の建設は予定通り順調に進んでいるようですが、大阪・関西万博のパビリオンなどの建設についてはその遅れを指摘する声が上がっています。2024年には改正労働基準法が施行され、建設業での残業規制が強化されることになります。このことにより建設現場の人繰りがさらに逼迫する恐れがあります。運営主体の日本国際博覧会協会は、万博工事従事者を規制の対象外とする要政府に要望していますが、厚生労働省サイドは対象外の適用に否定的な立場を取っています。昭和のような、いわゆる突貫工事はもはや時代錯誤のようです。関係者の方々の知恵を出し合い、上手な解決策を見出すことが必要のようです。大阪・関西万博の建設工事の中心的なゲートである北東ゲートからの撮影を終え、帰路に着くことにします。夢洲で唯一のコンビニで休憩を取りました。コンビニの駐車場でも大型トラックがたくさん駐車して休憩を取っています。夢洲での撮影を一通り終え、夢洲コンテナターミナル前停留所からコスモスクエア駅行きの北港バスに乗車することにします。平日休日を問わず、日中は1時間に1本の運行です。先島や舞島から夢洲へ行くには、徒歩や自転車で行くことができず、バスや自動車で行くことしかできません。バス停に着きました。現状この路線バスはとても貴重な存在なのです。タイミングよく乗車するコスモスクエア駅行きのバスが到着しました。帰りのバスは舞島でのレジャーを楽しんだと思われる乗客でいっぱいです。大阪メトロ中央線と北港バスを乗り継いで夢洲への延伸工事の状況を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。